どうもヨーヨーストアリワインドの伊藤です。バインドのヨーヨーを使ってていきなり引き戻しになってしまったことある方多分いると思うんですよね。でそういった時はベアリングをクリーニングしてあげて治るっていう場合もあるんですけれども、クリーニングしたのにまたすぐに引き戻しになっちゃったっていう経験がある方も多分いると思うんです。僕もあります。そういう時どうしたらいいのか、拭いてください、拭いてください、どこをだよっていう話なんですけれども、ということで今回はベアリングのクリーニングをしたのにまたすぐベアリングの調子が悪くなってしまう場合、クリーニングしておいてほしいポイント2箇所ご紹介したいと思います。はい、ではポイントを2つご紹介する前にですね、ベアリングをですねクリーニングした後すぐ調子が悪くなってしまった場合ですね、もしかしたらベアリングそのものがもう寿命を迎えちゃってるかもしれません。もう全然回らないなという場合はですね、ベアリングの寿命になってしまっているので、そういった場合はベアリングの交換をお勧めします。ではでは本題の方に入っていきます。まず1つ目ですね、ネジ穴とベアリングロックです。はい、ここにですね細かい金属のカスがついている場合が結構あります。開け閉めしていたりベアリングの付け外しをしていると細かく削れます。でその削れたカスが残っちゃってると、せっかく洗ったベアリングにまたそのカスが入って調子が悪くなりやすいっていうのが原因の一つとして考えられるので、ティッシュで拭き取ってあげるだけで大丈夫です。ここもですねお掃除してあげてください。で2つ目のポイントがパッドの周りです。でパッドもこれ付け外しをしているとですね、粘着部分ですね、これがはみ出してくっついてしまっていると、そこでそのままくるっとストリングが巻いてしまって引き戻しと同じような形になってしまうという可能性も考えられますので、メンテナンスの際特にパッド交換の際はですね、余計な部分に粘着剤がついていないかっていうのはしっかり確認して、もしついている場合はですねしっかりと拭き取ってあげてください。というわけでざっとですが、ベアリングのメンテナンスをした後になぜだかまたすぐ引き戻しになっちゃう場合のお掃除ポイント2箇所ご紹介しました。ここをですね、全然掃除してなかったりでなんか最近ベアリングクリーニングしてもすぐ調子悪くなっちゃうなという方はぜひぜひお試しください。この動画が参考になった、面白かったという方はですねぜひぜひ高評価、いいねボタンと、まだの方はですねチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。この動画を撮っている、公開している本日、チャンネル登録2万突破いたしました。ありがとうございます。それでは皆さんまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。